質問っす。異界のことなんだけどさ、誰かが死んだら召喚師が異界送りするんだろ。で、死んじゃった人の魂は異界に行くんだよな。でさ、これから行くのがその異界。そこにはユーナの親父さんがいる。要するに死んじゃった人が住んでんのか。また変なこと考えてんだろね。ま、行けばわかるさ。